赤にホーム韓国代表、そして画面向かって右のエンドにオーストラリアの後ろにいる日本代表さくらジャパンです。プレーが再開しています。日本攻めていく、チャンスだ、チャンスだ、持ち込む、森シュート、決まった、森カノン先制ゴール。第1クォーター残り11分6秒、天理大学森カノン今大会初ゴール、日本代表さくらジャパン先制点です。リプレイご覧いただきます。安田さん、いい形でワンツーでした ね、 はい、ワンツー真ん中からワンツーで攻めていきました。シュートいった、キャプテンの清水、石井、小枝織、32番一体那穂、右に開いた、チャンスだった、持ち込んでいく、4番の松本、松本シュート決まった、松本夏葉2対0、日本代表さくらジャパン乗って乗って2対0、見事に松本夏葉です、今大会初ゴール。安田さん、今度はやはり大学生の指揮を受けて、ね、社会人が意地を見せましたね。負けてられないあの起点となったのが今年韓国戦でゴールを決めている一体な方が起点となって、そうです、ね、松本夏はいいところ決めましたね、はい、17番のここは金藤翔子、そしてもう一回セカンド二次攻撃、3番のキムウンジ、前でプレッシャーをかける一体な方、キムウンジシュートに、いやここはシュートサークル外ですからパスになります。今も3番のキムウンジがサークルの外中央からパスを出していきました。ここはもう日本チームよく守ってましたね。ですよね、はい、ですからここはサークル外ですからもうパスになってしまいますが、前で相手に奥深くここも攻めていきます。攻めていくキャプテンの清水、つなげていくチャンスだと、押し込んだ、押し込んだ、3点目だ、決めました。最後18番佐々木萌え、いや、いいところですっとプッシュシュート、キーパーのビンスタンドが不利になっていましたね。佐々木萌え見事なゴール、今大会初ゴール、3対0。リプレイです。キャプテンの清水、2戦目のあのアメリカ戦を彷彿させるあのドリブル、そして1人つなげて今尾が絡んで最後佐々木萌衣が押し込んでいます。3人目まさに絆のゴール。そうですね、もう、まあ、日本のボールポジションが長い分やっぱりもうゆっくりゆっくりと一つ一つ積み重ねて前へ前へサークルへと進んでいかないといけないと思いますので、右45度中へつなげる、真ん中振りになった、中へつなげる、振り向いてバンテつなげる、チャンスだった、シュート、持ち込む、持ち込んだ、押し込んでいます。最後どうでしょうか、森でしょうか、森あるいは20番鳥山あたりも詰めていましたが、リプレーをまた皆様にもご覧いただきましょう。いい形からも速攻で右の狭いスペースからここでフリーになって、キャプテンの清水を起点に4番の松本、そして清水ワンツーでつなげて松本浮かして3人詰めていまして、1人フリーになって後ろにいたのはもう最後19番森ですね、森選手です。10番のキム・ミンジョンです。中にいる、シュートいった、その前にファウルがありました。そうですね、あの大事ダメなので、あのボールが高く上がってダメなので反則です。今のプレーです。ボールがヒットで打つときにボールが浮いてしまうとあの危険という反則がありますので、外に開いて個人技で持っていく3番のキム・ウンジです。個人技で中に浮かす、ゴールちょこんと合わせて2番のイ・ジョウン、しかしシュートまで行きませんでした。ストッパーどちらに合わせるか、真ん中シュートいった、左に外れました。イ・ユリムが打っていきました。5番のイ・ユリムのシューターポスト左に外れました。今のペナルティーコーナーです。坪内もいいか、個人技持っている、キーパーかわす、キーパーナイス、まだ浮かしたい金藤、ゴールキーパー16番イーサンはナイスディフェンスです。このゴールキーパー韓国イーサンはもう途中から出ていますが、よくしのいでますよね。よく守ってますよね。ここも個人技で、坪内選手個人技で、さらにその後金藤が、そして今試合終了のホーンが鳴り響きました。予選リーグ最終戦、韓国代表対日本代表さくらジャパン、前半4得点挙げました日本代表さくらジャパンが韓国代表を4対0シャットアウトで下して勝利を収めました。スコアはご覧の通り、日本代表さくらジャパン
第1クォーター2点、第2クォーター2点、後半は両チームスコアレスで終了して4対0のスコアで日本代表桜ジャパンが韓国代表を下しました。いいボールが来たので最後決めるだけだったんで、ナイスボールが来て最後思いっきり打ちました。